始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、ワイトアイ吉澤浩一と勝野聡でお送りします。あのイタリアがね、感染者も多いですし、でお亡くなりになる方も多くて、ね、それこそ棺桶がね、足らないんじゃねえかっていうぐらいね、びっくりですよね。それはイタリアの方は帽をつけて挨拶するじゃないですか、男性も女性も、はいはい、僕イタリアに取引先いたじゃないですか、で家庭家庭で1階だけの家庭と2階だけの家庭とあるんですよ。その地域とか出身地によるのかな。だからまず挨拶をするときに、久しぶりに1年ぶりに行ったりすると、おここの取引先は1階だったか2階だったかって思い出すんです。バーチョ、唇を合わせるキスのこともバーチョって言うんですって。人によってはこう頬をつけた時にあのチュって音を出す人もいるし、音は出さない人もいるんですよ。で我々ちょっと構えるんですね、バーチョ慣れしてないんで、なんかね、自分から見て相手の右側、自分の左側の頬、相手の左側の、あそれ決まってるんだ、相手の、右側で、要は相手の右側、相手の左側の順番でチュッチュッと音を鳴らせてキスをします。ただし、相手の手が塞がっていたりなど状況によっては1回のみで、また逆、左から右へもありますので。そうなんですよ。臨機応変。だからこう、お久しぶりみたいな感じで会って、こっちでいいのかなみたいな、その挨拶ってスムーズに行きたいでしょ。まずはイタリア人と付き合う時にあれ大事なんですよ。まあ、あとでも男性同士だとあまりしないとか。2回もあるし、僕ね 3回ないのかな。でイタリアっていうのは本当に面白い国ですよね。勝野さんといるといつも僕パスタ食べたくなります。まず何の話してたんだっけ、今日は。いやだからお花見の話から、あ花見ね、始まって、イタリアでは大変だねって話で、なるほど、大変な話してるから聞きたかったところなんですけど、あの我々住んでるの埼玉なんですけど、週末に K1 あったじゃないですか。ありましたね、アリーナで、ね、アリーナで、ね、スーパーアリーナ、スーパーアリーナも、ちょっと自粛してもらえないかってお要請をしてたと、県知事大野さんは談話として残念だなというのがあって、そしたら、あ、矢野さんですよ、矢野さん、近くのコンビニでどうするって、店員さんが、スーパーアリーナ帰りのお客さんは、ちょっと入店してもらうの控えるとか、そういう話がなりますね。日常の中で出てくるって普通じゃないよね。やっぱママ友が怒ってた、どうなのって、学校子供こんなに休んでるのに、スーパーアリーナで気をつけるったって無理でしょ、感染してる人いるよ、みたいなことを言ってたんですよ。何もなければ一番いいんですけど、でも相撲を見てもね、結局15日間無観客でやったわけじゃないですか。お相撲さんももしかしたら感染したんじゃないかってね、緊迫した状況もあったわけじゃないですか。千代丸関ね、まだちょっとね、大きいイベントは時期尚早なんじゃないかなって、これは僕の個人的考えだけど、ところで、まあ、ボールが少しだけど、アマチュアのレベルでも転がり始めましたね、埼玉。練習始まりましたか、息子さんの。まあ始まりました、ね。報道でね、聞くところだと、東京都は、4月の10日過ぎまで学校がやっぱないと、入学式始業式が遅くなるっていうことが発表されたじゃないですか。加藤さんチームどうなんですか。金曜日に茨城の未来平っていうところに練習ゲームしに行きまして、東京のチームさんとやらせていただいて、なかなか東京のチームもグラウンド取れないんで、やっぱり遠くてもいいグラウンドがあれば聞きますね。我々ももちろんそうですし、で昨日も大宮のケンポグラウンドで試合させていただきましたね。なかなか緊張感があるんじゃないですか。そうですね。で、あの金曜日も昨日の日曜日も相手チームさんとお話しさせていただいたのは、濃厚接触を避けるために今回はお互いに
僕の方からさせていただきましたね。はい、村井チェアマンが言ってるようなことってのはそういうことだと思うんですね、はいはい、みんなの力協力がないとうまくいかないよっていうところで、はい、J リーグという公式戦は、うん、その中でボール転がってないので、はいはい、ボールが転がる状況になるんであれば、はい、それなりの策を講じなきゃいけないし、うんうん、3月25日がやってくるので、はいはいはい、何らかの決断を J リーグも迫られると思うんですよ、うん、J リーグが次はまた試されると思うんですよ、うん、J リーグが大きいイベントとしてそれをスタートした時、はいはい、他のスポーツ、はいはい、あるいは文化的なイベント、うん、解禁になると思うんですよ、うん、世界の情勢を見ると、うん、そうね、どうかなって、うん、J リーグが村井チェアマンがまた試されるのかな、そうですね、我々はまあ出てここで出る決断をやっぱりしっかり尊重して、うん、サッカーのサポーター、はい、フットボールのサポーターとしてねサポートをしなきゃいけないんじゃないかなと、うん、この1年この2年何年か後まで、はい、今回のスケジュールがね、はい、変わることによって、はい、影響は残すんじゃないかなと、うん、ただ必ずしもマイナスになっちゃいけないと思うんで、うん、何かいい手立てがね、うん、あれば自分たちみんなで考えていくのはいいんじゃないかなと思っておりますが、はい、サッカーの、うん、僕らの、はい、サッカーのって編集点作っといて、はい、僕らのフットボールアンダーグラウンドの500号記念の T シャツですか、デザインが上がったとかわからないとか、やりましたよ、じゃあもう最後なんですけど、はい、ちょっと最後っ子なんですけど、はい、ちらっと見せてもらえたらなと思います。どうしようかな、で用意してるでしょ、だっておっ、これ一応3案作りました、はい、はい、これ第1案ですね、失礼、第1案見えてるのかな、僕は確認しに行きます、はい、見えてます見えてます、大丈夫です、はい、1、2、3分かるように、はい、はい、1案1案ですね、ここに1って書いてあるんで、はい、はい、1案、そして第2案、第2案です、ね、胸に FUG、はい、背中にフットボールアンダーグラウンドですね、そうですね、シンプルです、はい、さっきのと1案と逆バージョンですね、そうですね、さっきのは小さい FUG が背中に入ってますね、はい、はい、こんな感じ、背中に背負ってる FUG ですね、はい、で基本的にこれは1、2も、はい、一色プリントは一色ですね、はい、白には黒プリント、黒には白プリントですね、はい、そして第3案となりますのがこちらでございます、はい、こちらです、はいはい、ちょっとプリンター調子悪いんでちょっとこの辺ちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、すいません許してください、白黒グレーに赤というですね、はい、4色で、はい、それぞれにマークのところが2色と、はい、いうことになって、これは2色プリント、白黒の2色でフロントのみのプリント、うん、バックはなしでいいかなと思ってます、うんうん、OK です、はい、こんな感じです、私も一応仕事するときはするんですそうですね、ということですね、まあ、お時間の方も来てるので、はい、あれなんですけど、そうなんですね、まあ、一応3案ありますので、はいはい、3案作りました、はい、この3案の中で気に入ったのがありましたら、はい、投票ではございませんが、まあ、コメント欄にお寄せいただければな、書いてください、でまあ、細かい詳細につきまして、細かい詳細は同じだね、はい、詳細につきましては、はい、改めてお知らせさせていただきたいと思いますので、はい、いくらにしようか、そうですね、その辺、うん、そうだね、の辺の希望もあったら、うん、あの皆さんの方からもそうです、ね、これくらいだったら2枚買っちゃうよとかね、うん、友達の分も買っちゃうよとか、うん、いいですねいやでも何にも決まってないですよね、はい、ということで、今回はコロナウイルスのについて、はい、少し皆さんと話してみました、はい、T シャツのことも話しました、そうですね、 T シャツこれおまけね、 T シャツまた引き続き話していきたいと思います、よろしくお願いします、いつもですね、高評価コメントの方ありがとうございます、今後もよろしくお願いします、 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、お相手は吉澤浩一と勝野聡でお送りしました、ありがとうございます、バイバイ。